大沼の浮島は山形県西村山郡、朝日町にある沼、国指定の名称地に指定されている。朝日町の観光スポットの一つ。沼の周りは植生の森林に囲まれている。湖面に大小60余りの浮島が遊泳しているのが特徴。湖畔には南に位置する浮島稲荷神社を起点とした散策道も整備されている。天武定9年。 山岳主元者役の証によって発見され、弟子の里指導によって解散されたとされている。湖面に静かに遊泳する浮島は、その同性から吉強が占われたという。奈良時代に、宋の行記が訪れ、その際に行記は、大償様々な浮島に、日本各地の国名を名付けたという。後に、歴代の領主や、政権の祈願書となり、鎌倉時代には、源の頼朝、 戦国時代には山形県の武将である大江氏やもがみ江戸時代には徳川家の祈願書とされた。1925年に国の名勝地に指定された。名称大沼の浮島、朝日旅の心、朝日町観光協会、2017年12月21日閲覧。大沼の浮島、山形県ホームページ、2017年12月21日閲覧。 ABC、山形県、大沼の浮島から国指定名称の小島が浮遊する、神秘の沼、トラベル JP 旅です。2017年12月21日閲覧。ありがとうございます。